山田春景、山田塗とも称される。現在では、伝統的なデザインを継承する、オーソドックス春景と、現代感覚を生かした、カジュアル春景の2種類の商品群があり、茶葉小弁当箱、切れた目布箱、筆箱などが生産されている。愛知県豊橋市の名物、めし田楽に使用されている、伊勢春慶生地は、檜の,の一枚板を使用し、 下塗りに、ベンガラや柿渋を多く用い、仕上げに、透明の漆を一回だけ塗る。そのため、石追色の木目が透けて見える。箱物の底の隅には、黒素と呼ばれる黒い目止めが施されている。漆の量や、作業工程が少ないため安価で作成できる。裏底には、製造元の焼き印が押される。伊勢の漆器産業は、生地や、虫や、 両者を仲介する問屋の三社によって成り立っている。今日では、長野県基礎群あ松町の業者から記事を取り寄せており、伊勢では塗りの工程を行っている。里帰り伊勢春景展実行委員会の中で新たな伊勢春景を創造するチームは、以下の4点を満たしたものを伊勢春景であるとし、大前提として伊勢地方で制作されることを加えている。 生地はヒノキを使用する。食紅やベンガラなどで着色する。柿渋を塗る。透明な春景漆、または、主号漆を施して仕上げる。この他の技法の特色として、複雑な作品は、ヒノキの生地をうつぎと呼ばれる木くぎで組み、水漏れを防ぐため、綿と漆を混ぜて、隙間を埋めることが挙げられる。諸説あるが、立証できない。 伊勢での漆器の生産については、戦国時代初期の古文書に、大主や塗り屋かんなどの野号が存在することから、少なくともこの時代までは、遡ることができるが、春景塗りであったかどうかは確認できない。ありがとうございます。